今回お話しさせていただく機会いただきましてありがとうございます。上の皆さんいろいろアドバイスいただくとともに、人との出会い、つながりを持つ場を設けていただきありがとうございます。参加させていただいて大変嬉しく思います。あかりさんみたいに素晴らしいプレゼン能力もないですけども、まあ、なかなかまあいろんな経験とか体験をしてきたので、ご紹介しつつ今の思いを話させていただけたらなと思っています。自己紹介させていただきます。私、まさきりょうごと申します。出身地は滋賀県の彦根市というところで、有名なものは彦根城と彦根庵ではないでしょうか。次にまあ皆さん趣味のこと言われてたので、まあ挙げるとするならば、旅行先でご当地品や調味料を買うのが好きでよく集めてます。キャンプも1年ぐらい前から始めて燻製作って楽しんでます。またこの自粛期間中は自宅でできる簡易スモーカーで燻玉作ったりして遊んでました。これ自分で作った燻製です。あとこの苔栽培セットっていうのももらって育ててみたら結構可愛くて、今度このバージョンアップした苔リウムっていうのをしたいなと思ってます。まあこんな私ですが、臨床工学技士を目指す大元のきっかけは幼少期まで遡ります。6歳頃、母が体調を崩して母の病院について行ったり、患者交流会にも参加したりしてました。この写真はクリニックでの海外旅行に初めて連れてってもらって、現地で治療を受けている母の写真です。母腎不全にて透析治療を受けています。まあそんなことで私は幼少期から臨床工学技士に近い環境にいてました。でもこの頃将来なりたい職業は医療関係ではなくて、なんとなくドラマ見てすごいなぁと憧れを持っているぐらいでした。まあ、高校卒業後の進路選択の際、まあ、職業を意識しながら進路を考えていく中で、あ、昔見たドラマかっこよかったな、手術室とか救急の分野で関われる職種ないかなと、まあ、いろんな職種について調べ始めたんです。で、この頃ちょうど母から臨床工学技士さんっていう人がいて、透析だけでなく手術室でもお仕事してるみたいよと言われて調べてみたら、もうまさに手術室で人工心肺操作したり、心臓カテーテルで透析とオープンに関わられておられ、しかも見ていた医療ドキュメンタリーで補助循環装置つけてドクターヘリーで患者さんを搬送してるシーンを見た時には、もしかしたらこんなことに関われるのかなと思い、臨床工学技士を目指すことにしました。まあそんなことで臨床工学技士の学校に滋賀から大阪まで通い、学生時代にも海外旅行先で透析治療を見学したり、病院実習でもいろいろ経験させていただきました。まあそんな中、ちょうど体外循環の学内実習中に母が帰りで倒れてしまい、まあ無事一命を取り留めました。まあそんな母から退院後長生きしたいし、中2日を作らない在宅透析をしたいと言われ、父を介助者に在宅透析の導入も経験しました。この在宅透析なんですけど、実施者数が2019年の透析学会調べによると760名で、透析治療方法の全体には割合としては 0.2% と、まあ少々珍しいと思うので、ちょっと紹介してみたいと思います。当時、滋賀での在宅透析患者数は多くなくて、また我が家マンション住まいなんですけど、在宅透析の中でも数少ない実施例だったようです。で、マンション12階建てなんですが、我が家1階で、まあそれが幸いして水圧も問題がなくて、また水量不足、透析でやっぱり水を多く使うので水量不足の懸念もあったんですが、まあ今のところ透析しながら私がお風呂に入っても、まあ問題は起きてません。あと、リビングの隣の和室なんですけれど、こちら。ここと、お風呂場の方にも電気工事してもらったんですけど、結構簡単にできて、さらに和室の押し入れの壁、ここなんですけど、少し開けただけでお風呂場にある洗面所から配管を通すことができました。ちょうど洗濯機の横に軟水装置、壁面収納の部分に RO 装置がぴったり入ったので、まあ、お風呂場が機械を占領することなく、さらに水処理装置がお風呂場に置けたことで、治療中に装置が鳴ってる音、水処理してる音もさほど気にならず、病院の方もこれはいいねっていうふうに言われてました。まあ、導入時に母は、このボタンホールを作成して自己選手の練習をしたり、父介助者なので、父と母ともに回路準備から機械操作まで学んで、今では両親ともに14年の経験者なので、我が家では私より立派な技師の二人です。
もう本当に頭が上がりません。父の仕事が終わった後に19時頃から始め、まあ、夕ご飯食べながら透析して一休みして23時から24時に終了するといった感じで過ごしてます。まあ、こんな感じで結構リラックスして自宅で透析できてます。まあ、学生時代にも結構なかなか濃い経験と体験して、まあ、無事国家資格も取れたので、まあ、両親もね在宅透析2人でできてたので、私は地元を離れて病院に就職しました。たくさんの先輩に指導していただきながら、腎不全治療の患者さんであったり、NICU 小児科集中治療での患者様、またその家族等に本当にいろんな方に関わらせていただく中で、何よりも忘れられないことがあります。それはオンコール当番に入るようになった頃のことなんですけども、当番の日の夕方 ICU から除細動器が使えないから来てくださいって言われ、まあ、使えないってどういうことって思いながら向かった先では、まあ、急変した患者さんの対応で心臓マッサージしてるじゃないですか。もうついて早々エクモ準備してって言われ、まあ、先輩に電話するも繋がらないしと焦る私の隣に看護師長さんが来て、これ準備してと、まあ、焦る様子もなく話しかけてくれるんですが、もう先輩いなくてどうしよう、一人で導入できるんかって不安になりながら、もうできることをもう一生懸命必死でやってたら、まあなんとか先輩と連絡が取れて、まあここで初めて市長さんが持ってた物品が、滅菌包装紙がないことに気づきました。おかしいですよね。清潔に取り扱わないといけないのに封が開いてるって。まあそこでハッとなって周りをよく見ると、やたら人は多いし、患者さんを見たらシミュレーターでした。ここでシミュレーションだと理解できて申し訳ないんですけど、少し安心して準備に取り掛かれて、まあそうこうしているうちに先輩が来てくれて、まあ指導してもらいながらエクモ導入することができました。まあ終わった後に、振り返りっていうのをするんですけども、もうシミュレーションとはいえ、エクモを導入できたことに対して、まあ安堵の気持ちと、もう何よりも一人で対応して患者さんに何かあったらどうしようって思った不安な気持ちから、もうその後、こんな感じで、泣き崩れてしまい、ほとんど振り返りの内容は覚えてないです。で、なぜこの話をしたかというと、この後私、祖母の介護に翻弄する両親が心配になって実家に戻ることにしたんですけども、病院でなく、縁あって企業に再就職することにした大きなきっかけになったからです。それが滋賀県にあるニプロの医療研修施設 IMEP になります。で、こちらの施設、病室を模擬したお部屋や、まあ、家庭室など様々なお部屋があって、まあ、医師、看護師、臨床工学医師など、多職種の医療従事者、また医療系の学生さんが利用できる施設で、実際に遭遇する臨床現場や実践的な経験を再現して、シミュレーターを使用して、個人のスキルやチームのスキルアップをする施設だと伺いました。まあ、この施設を見て、あの日病院で行ったシミュレーション研修を思い出して、より実践的に学べる研修施設で皆さんのサポートがしたいと思って企業に就職しました。まあ、こうして現在では学校や病院ではできない体験、経験がしたいという要望に対して、家庭室での C アーム、ベッド操作、アイバス操作だったり、患者体験、シミュレーターを用いた実作体験であったり、練習、まあ、人工心肺装置を用いた体外循環や、豚心を用いて冠動脈走行を見たり、構造確認する心臓解剖や、まあ、実際に冠動脈にバルーン入れて膨らませてみたり、ペースメーカーリードを心筋に留置してみたり、まあ、ダイアライザーの構造を製造工程を学ぶために本物の中空心を用いてミニダイアライザーを作成したり、ただ話を聞くだけでなく、物を触ったり体験していただけるような様々な研修に携わっています。また、臨床工学技師の研修だけでなく、看護師さんの実習や、最近だと看護協会さんの主催の特定行為研修の準備や機械のサポートに携わったり、チーム医療を体験できるようなシミュレーションや、中高生の職業体験をみんなで考えたり、様々な研修を企画したりしています。ここで研修施設としてお話しすると、人は成功を求めて失敗を避ける傾向にあると思います。感覚として成功はやっぱりプラスに働いて、失敗はマイナスに働くっていうイメージがあるかもしれませんが、経験という観点からすれば、成功も失敗も区別がなくて、
成功も失敗も全てが経験で、経験量が増えるにつれて、正確な判断をする際の判断材料が増えたり、物事を考えるときも、物事全体を見て動きや状況を判断するような考えができるようになったりします。まあ、経験値が増えるにつれて、まあ、想像力であったり、発想力、体力、観察力、考察力、さらには直感力まで高まると言われています。まあ、あらゆる経験はレベルアップにつながると言えると思います。しかし、臨床の場において患者さんを危険にさらすわけにはいかないですよね。まあ、当たり前ですよね。人の命かかってますから。まあ、私たち IMEP では医療従事者の方、将来医療従事者になる方に、あらゆる体験、経験、研修にてレベルアップできる場を提供し、皆様の先にいる患者様へ安心で安全な医療を提供したい、医療研修施設という形で医療に貢献したいと思っています。そんな施設があるんだなぁと少し記憶に残れば幸いです。まあ私にとって母が病気になったことはいいことではないんですけども、幼少期からいろんな経験だったり体験をしたことで臨床工学技師になって、病院でシミュレーションを体験していろんな思いを持ったことが研修施設 IMEP に来ることになったり、また幼い頃から海外透析を見れたことが今海外で立ち上げている IMEP の運営や研修の立ち上げに携われることになったのかなと思ってます。また研修を通して出会えた方に学会会場で IMEP でいろいろ触ったり体験経験できてよかった、楽しかったと嬉しいお言葉をいただけている今に至っているのかなと思います。まあ、こうやって振り返ってみて今までの経験できたこと全てに意味があって全てのことが私の心の財産だと思っています。ご清聴ありがとうございます。